こんにちは、ズンダモンです。戦国時代には戦いに参加し活躍した女性がいました。今回は19歳という若さで城を守った女武将海姫について話していこうと思います。それではスタート。海姫は1572年、当時成田城城主だった成田氏長の長女として誕生しました。男児のいなかった氏長は海姫に武術の稽古をさせていました。年月が経ち、19歳になった海姫は美しい容姿から東国無双の美人と評されていました。また武芸に明るかったことから、男子であれば成田家を中興させて天下に名を成す人物になっていたとも言われていました。1590年、豊臣秀吉による小田原征伐が始まった年でした。1590年6月、小田原征伐を進めていた豊臣秀吉は石田三成に忍城を攻めるよう命じました。そして石田三成を総大将に大谷義継、夏子の西江ら役に満3000の軍が忍城を攻め始めました。対して忍城には兵約500、加えて周辺の農民、町民、女性、子供など合わせて約3700が籠城していました。数日後、さらに悲劇が起こります。なんと城代、成田や筒江がこの世を去ってしまいます。さらに前田利家、真田昌幸、上杉景勝、浅野長政らも豊臣軍に合流します。しかしそんな絶望的な状況下でも忍城は耐え続けます。忍城は過去、上杉謙信や北条氏康の攻撃も耐え抜いた堅城でした。湿地帯に建てられたこのお城は周りの湖や島を要塞化していました。さらに本丸、二の丸、三の丸などの主要部分がそれぞれ独立した島にあり、それらを橋で連結して作られていました。なかなか落とせない状況を見た石田三成はある策を実行します。その策とは、過去備中高松城攻めで行われた水攻めです。三成はすぐに堤防作りに着手します。そしてわずか1週間程度で約 28km もの堤防石田堤を完成させました。その後、利根川と荒川から水を引き入れたことで堤内は水で満たされました。しかし肝心な本丸部分は水に沈むことはなく、その姿はまるで水上に浮かぶ城のように見えました。この出来事から忍城は浮城と呼ばれるようになります。激しい攻防が続く中、梅雨の時期だったこともあり、風雨が戦場を襲いました。すると夜中、風雨によって堤防が決壊、それによって石田軍約170名が失死してしまいました。成田軍が闇に紛れて堤防を破壊したとも言われていますが、こうして水攻めは失敗に終わりました。しかし石田軍の攻撃がこれで終わるはずがありません。一度他の城を落とすために離脱していた浅野長政が援軍として戻ってくると、長政は大手口から攻撃を始めました。その攻撃は凄まじく、本丸近くまで迫る勢いでした。急死した安杖に代わって総大将となった成田長親は出陣しようとしましたが、これを止めた人物がいました。この人物こそ海姫です。海姫は鎧兜をつけ200余りを引き連れて出陣。その際、成田家に伝わる名刀、波切りを携えていきました。浅野軍と対峙した海姫は大軍にひるむことなく奮闘し、多くの敵を討ち取りました。その姿を見た他の兵士たちも奮起し、浅野軍の侵入阻止に成功しました。撤退に追い込むことに成功した成田軍ですが、後日石田軍の三方面同時進攻が起こりました。特に真田昌幸、信繁、雪村が攻めた持田口では激しい戦いが繰り広げられ、普通の死傷者を出していました。すると本丸から海姫が200余騎を引き連れて加勢します。この戦闘で海姫は三宅高重という武将と対峙。海姫は馬上から矢を放つと高重の喉を貫通し、高重は即死しました。このように籠城戦を続けていた成田軍ですが、7月6日小田原城が降伏。その後しばらくして忍城も解除、忍城の戦いは幕を下ろしたのです。忍城の戦いの後、成田家は蒲生氏郷に預けられることになり、海姫もこれに従いました。蒲生氏郷は成田家を存在に扱うことはなく、福井城の守備を任せました。こうして土地を得た成田家に、氏郷は家臣の中から浜田将監、十左衛門兄弟を与えました。しかし後に彼らが事件を起こしてしまいます。1590年11月、一気に乗じて伊達政宗が侵攻してくると情報が入り、氏長若臣を率いて出陣します。その際、浜田兄弟は福井城の留守を任されていました。ある晩、
彼らは謀反を企てます。そして本丸に攻め込むと、成田家の家臣、さらに氏長の妻まで殺害してしまいました。その報告を受けた海姫は激怒し、すぐに武装して浜田兄弟のもとへ向かいます。海姫と家来十数人は浜田十左衛門と対峙します。それに対して十左衛門は約200人ほどの家来がいました。戦力差もありを仕込まれます。反撃に転じると、逃げる十左衛門を一刀両断。さらに謀反をし戻った氏長と合流すると、蒲生家と共に福井城を包囲します。将元は逃げようとしますが、そこには薙刀を持った海姫がいました。海姫は太刀を振り払うと、将元の右腕を切り落とし生け捕りにすることに成功します。その後将元は貼り付けの後に斬首となり、この事件は終わりました。このような武勇伝は氏里から豊臣秀吉へ伝えられました。この話を聞いた秀吉は海姫をとても気に入り、側室としました。その後の海姫は明らかになっていませんが、言い伝えによると豊臣秀頼の娘であるなあの教育係になったとされています。そして1615年、大阪夏の陣の後、彼女らは東慶寺で余生を過ごしたと言われています。今回は海姫について話してきました。戦国時代という混乱した時代に勇敢に戦い抜いた海姫はたくましいですね。ご視聴ありがとうございました。